ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が12日、日本時間13日、自身のインスタグラムに新規投稿。大谷翔平選手とタッチを交わす写真をアップし、ファンからは、あなたは戦士、と称賛の声が集まった。写真、フリーマンと大谷翔平がハイタッチ素敵すぎる1枚、地区シリーズの勝者、と記し、集合写真などを投稿したフリーマン。 その中には試合終了後に大谷と他選手の頭を越えてタッチするシーンが収められていた。地区優勝を決めた際、試合中に右足首を捻挫し、終了後の記念撮影やシャンパンファイトに参加できなかったフリーマン。その際、ロッカーで大谷が2ショット写真を撮影し、自身のインスタグラムに投稿したことも注目を集めた。それもあってか地区シリーズ突破を決めた際の記念撮影では、 チームメイトがフリーマンの到着を待ち、拍手で迎えた。試合では右足首捻挫の影響を考慮してか、必ず投手が一塁ベースカバーに全力で走ったシーンも印象深い。故障者が続出した中、よりチームの結束を高めて勝ち上がったドジャース。大谷も、誰が出ても一生懸命、チームプレイが前面に出ていた、と語っていた。ファンは、素敵なシーン。 あなたが戦士でいてくれてよかった私たちはフレディを愛しているありがとうフレディとフリーマンの姿勢を称賛メッツとの優勝決定シリーズも故障を抱えながらの戦いとなるが主力の戦う姿勢がチームに勢いを生んだ